こんばんは。はい、今日ね、もうね、せっちゃんはもうね、はい、そーっとね、寝る支度に入っております。はい、だから今日ね、おーちゃんだけ独占です。よろしくお願いします。はい、じゃあね、今日もね、コメントに沿ってお話をしたいと思います。最近ね、一番ね言われるのが、以前写っていたタクちゃんは今どうしてるんですかっていう質問ですね。はい、このね、タクちゃんなんだけど、実はね、引っ越しやね、仕事の関係上でね、しばらくね、兄から預かっていた用務になります。数ヶ月間ね、うちにいたんですけれども、その時に私がため撮りした動画をね、まあ、人様に見せるっていうよりも、あれはまあちょっとしたアルバムの感覚でね、編集も何もしないまま、まあ、私が載せたものです。はい、現在は兄の元でね、元気に暮らしております。はい、もうその時にね、徳ちゃんに会ったおかげで、もう手放すのが寂しくてね、主人とね、すぐにペットショップ駆けずり回ってね、用務を探しました。そういういきさつがありました。うん、今はね、もうなかなか会う機会もね、そうないんだけどね、いつかね、一緒にね、とこうコラボ動画撮れたらね、楽しいなと思います。その時すっごく感じたのがね、ヨウムの個体差ね。トクちゃんはすっごく触られるのがね、嫌いだったの。だから手を出すとものすごい勢いで噛まれちゃうんですよ。何回も流血沙汰になっちゃってね、だけどこのね、おーちゃんはすごい人に触られたくて、こういうね、甘えるっていう感じなのね。はい、そしてね、おーちゃんはアルビノなんですね。こう色素が抜けてるね、そのせいなのかな、ちょっとね、体もちっちゃい気もするんだよね。うん、でものすごいなんかね、赤ちゃんっぽいっていうのかな。そう、ヨウムってもしかしたら徳ちゃんみたいにあまり触らせたがらない個体が多いんじゃないかなっていう気がするんですけれども、皆さんどうお考えでしょうかね。うん、触られるたくない代わりにおしゃべりがすごく上手っていう、なんか私そんな気がするんですよね。おーちゃんはね、それほどね、おしゃべりが上手な個体じゃないようにも感じておりますね。だってほら下品なあの言葉しかさ、しゃべれないの、あれだけなの、滑舌がいいのは。だけど他のね、ヨウムたち見て、他の YouTuber さんたちのヨウムなんてすごいでしょ。もうそう、あれがヨウム、いろんな言葉をね、もう人と会話になる。おーちゃんね、あんまりね、徳ちゃんのおしゃべりなんかもあんなに滑舌のいい子って他にいるかなっていうくらい大きな声ではっきりしゃべるので、ちょっとね、おーちゃんとはタイプが全く違うんですね。ですごくそう感じました。はい、個体差がこんなにあるんだなっていうことにね、なんかね、驚きました。はい、それからね、ご主人って鳥をなりわいにしていましたか。はい、全く関係ないです。ただの愛鳥家です。サラリーマンでした。はい、はい、それからもう一つ、これはね、いつかね、来るだろうなと思っていた質問です。私のチャンネルのね、アラシーズの嵐はジャニーズの嵐から来てますか。これはね、絶対ね、いつか言われると思ったし、もしかしたらね、ジャニーズファンから袋叩きに合うんじゃないかなって
いやでもね、ちょっと待ってください。あのね、私ね、名字に嵐が入ってるんです。はい、というわけでね、法的にね、私の方がね正解じゃないかなと思うんだけどね、ジャニーズよりか私の方が、あのね、友人たちからも、あ、まったくもう五十嵐動物園だねここはってよく言われるので、それでね、嵐ズーっていうチャンネルにいたしました。嵐の動物園というわけです。よろしくお願いします。今日はね、そんなところなんだけど、おーちゃんうるさいの。おーちゃん、私がうるさく喋ってんだから、おーちゃんもうるさくしないで。すごいでしょ、私すごい よくおしゃべりするから。おーちゃんは今日はおしゃべりしないで。おーちゃんは静かにしててもらえますかね、お願いします。はい、というわけでね、今日はまあね、夜も遅いのでここら辺にしましょうかね。おーちゃん、少しさ、静かにしてていただけます？はい、うるさいですよ。私ね、子供たちが今ね、ちょうどね、お盆の季節でね、子供たちがね、2人とも帰省してるんですね。で、すごく言われんの、あの、おーちゃんとせっちゃんのことを甘やかせすぎだっていうのね。でもね、ペットってさ、甘やかしてなんぼじゃない？ねえ、だってさ、ペットだもん。もうさ、ねえ、この子たちが将来社会に出るとかさ、そういう成長過程じゃないじゃん。もうペットだからさ、甘やかすよね。もうどこまでも甘やかしてあげたいよね。ペットってそうでしょ。だってさ、調教してるわけじゃないからさ、多分それさ、私の気持ちがさ、ペットに向いてるから、すごいやっかみに聞こえんだよね。やっかみか、やっぱそうだよね。うん、もうね、子供たちだってね、成人したんだから、いつまでも甘えんなってね。ペットなんてね、もう甘やかしてさ、ねえ、外に出しても恥ずかしくないペットになれなんていう気持ちでさ、あのお世話してる人いないでしょ。もうみんなもうベッタベタに甘やかすでしょ、ペットは。で、そういうもんですよね。はい、ね、やっかみだって思ってます。はい、というわけでね、本日も最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。おーちゃん、寝るんだよ。やまや、もう寝るんだよ。無理だよ、そんなの。はい、じゃあ寝ますよ。じゃあ、どうもありがとうございました。バイバイ。